最近、怪文書見なくない？どうしたの？そんなにカモネちゃんが怖いか？俺が怖いのか？俺が怖いのか？確かにね、怪文書最近見ないですね。怪文書そんなに見てない。確かに。怪文書とは一体何なのか？その謎を解き明かすべく我々はジャングルの奥地へ旅立った。なんだろう、怪文書って何なんだろう。でも確かにね、最近ないんだよね、あんまり怪文書。怪文書勢は最近ちょっと疲れてしまってる可能性がある。なんかね、一個あった気がするんだよな、さっき。ちょっとまとめて読むか。これ怪文書の一つだろ。おっす、獣氏の好きな果物が気になっぞ。オラはペーネップルが大好きだ。そうね、まあ多少の怪文書味を感じています。好きな果物はみかんが好きです。うひゃー、あ、けだものって言ってほしい。果物じゃダメか、すまん。悟空さ、けだものすぎかって言ってほしかったんだな、ごめんな。おーんじゃないよ。まあ、最近ね、あんまりね、4倍ペヤング、そう、ペヤングとか来ないしな。最近だってペヤング食ってないしな。なんかちょっと、ログを漁ってるけど、なんかあったかな。これはひどいみたいなマシュマロ。いや、ひどすぎるやつもたまにあるんだけど、ひどすぎるやつもたまにあるんだけど、それね、見ないようにしてるんだよな。これとか結構ラインギリギリじゃない？今回もお気に入りの PC ゲームがアニメ化で声優さん総特化になりました。パトリシア・オブ・エンド。これ結構ギリギリだよな、マジで。そうですね。いかんでしょ。ここまで変わってしまうと全く別物になりそう。確かにね。タイトル忘れた。野良猫じゃなくて。まあいいや。まあ多分ね、すごいこう、声似てる方なんで、原作をすごい大事にした開発人がね、うまくキャスティングされてると思いますよ。っていうね、こういう怪文書もありつつ。怪文書ではないな、これな。意外とないんだよね。鴨根さんが歴代のなんとか太郎を集めたスーパー太郎大戦を作ることになったら、スマホ太郎以外に何太郎を参戦させますか？これとかさ、もう怪文書とかではなく、よくわかんないマシュマロだからね。いや、よくわかんないって言っちゃいけないんだけど、スマホ太郎以外何太郎？キャベツ太郎だな、確かに。キャベ太郎。キャベ太郎からでしょ。そういう話じゃないかもしれんな。ありふれ太郎。なんとか太郎って言い方な、よくないよ。よくないよ。ハメ太郎。ああ、確かに。まあ、という感じでね、最近あんまりこう、そういうのないんで、平和だな、マシュマロが続いてるわけですわ。700件ぐらいまだあるんですけど、ハム太郎が暗い判定小さそう。確かに。ててて、てて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 。もうだいだ、ハム太郎の歌忘れた。なんとかハム太郎みたいな曲な。宇宙人田中太郎。いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて。おっす、獣氏は、米チューバーの格ゲーで思うことあっか？オラはデイジン時代の雰囲気が令和風に出てくる感じがたまらなくワクワクするぞ。やっぱり次はテーマ人の格が出てほしいぞ。さっきと同じやつだよな、これな。ああ、これ同じですよね。テーマ人の格ゲーは出ないけど、テーマ人のスマホゲーはこの間出たような気がしますね。という感じで。最近ね、怪文書少なめなので。これはもう怪文書ではないですからね。普通にこう、悟空さからのお便りなんで。かぁ、感度3000米だ。違う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 、そういうんじゃない。そういうんじゃない。いやー、悟空さん暇なんだろうな。はい、そんな感じで、まあ、いろんなね、マシュマロ来てますけども、これからもよろしくお願いいたします。はい、お便りいただきありがとうございました。